あの、もっと子供にいろいろ決めさせればいいんだっていうかね。うん、あの、もちろん先生が黙ってんじゃなくて、いろいろ提案はすると。えー、でもね、今度の運動会何やろうかって言った時に、今までは全部先生が準備して、うん、はい、練習、練習ってやってたでしょ。うん、で、今度の運動会、ママやパパたちが来てもらうけども、どういうのを見てもらいたいって言って、子供と相談するっていう。うん、で、そういうふうにこうしたら、もっと真剣にやりますよね、子供たち。うん、そうですよね。自分たちが決めたものだから。そうそうそう。 そういうのができる年齢の子が運動会やればいい。だからゼイチなんて難しければ、ゼイチの子供運動会なんてあんまり必要ないんじゃないかと。もっと普段の遊びをお母さんと一緒にやるようなものでいいんじゃないかとかね。そういう形で、例えば行事も随分変わってきているところがありますよね。うそういうふうにしてね、あの、子供がやっぱりこの園では、あの、自分が主人公なんだっていうか、 そういう感覚をね、やって、やるといいっていうのは分かると。だけどね、そんなことをやると子供ってね、わがままになるんじゃないかっていう、そういう方が、あの、かなりおられたんですよね。で、やっぱり子供が小さい時にね、これやっていいこと、これやっていけないことってなことを厳しくね、やっぱりしつけなきゃいけないんだ。で、そういうふうにしたら後で助かるんだってね。いいこと、悪いこと、自分で決められない年齢なんだから。 だから全部大人が決めてしまって、それをね、ちゃんと守らせるかどうかっていうのが教育なんだって。そういう考え方が強かったんです。うん、明治期にやっぱりそういう考え方が作られて、で、まず形を覚えさせていって、えー、なんでここでこうしなきゃいけないんですかお、どれになったらわかるっていうようなね。うん、そういう感じでやっていったんですで。そういう考え方が残っていて、やっぱり子供にこう色なことを決めさせると、わがままになっていくんじゃないかっていう思いを持っていた人がいる。 でもね集団生活をやっている保育園だった子ども園だ幼稚園なんかではねあのやっぱりある程度集団のルールって必要ですよね。そのルールを全部どうして大人が決めるんだ それを守らなきゃいけないのは子供たちなんだから、どういうふうにしたらいいと思うってね。トイレが、まあ、まあ、一個しかないって、並ぶときはどうやったらいいってもう出る出るっていうやつを先にさせてあげるのにするにはどうしたらいいとか、そういうの全部子供に考えさせれば、うん、絶対わがままなんかなりませんよ。うん、自分たちでこう決めたルールなんだから、自分たちでもっと守ろうとするようになりますよ。うん ですからね、あの、今、やっぱりわがままになるっていう考え方はだいぶ引っ込んできて、うん、ただし、どこまでをこう、子もたちにこうね、相談できる、項目にするのかとかね、そのあたりは、実際に一人でた,たくさんのね、子供を預かってるのに、全部子供にこう、あの、議論させていったらいつまでも決まらないこともありますから、<laughs> まあ、あの、実際にはいろいろ工夫してやっていくしかないんですけども、うん、まあ、あの、そういう形で、 あのできるだけこう当事者である子どもが自分の意見をこう言うっていうことを、えー、保障していくでそういう形の運営に変えていくのが今のこう子どもの権利条約のこう、えーまあ、幼稚園保育園こども園でのそういうことを受けて保育者の皆さんや園としてはどういうふうにこう保育現場で取り入れていったら いいですか僕は分かりやすいのはね、はい、あのこういうやり方があるっていうことを提案してるんですけども私たちの園では子どもたちは自分の考えを誰もがちゃんとみんなの前で発言できる。<music>